こんにちは、うりうりばあちゃんです。今日はあの見ながらおしゃべりしますね。今日のお話はね、自分探しのお話っていうか、 ADHD を病院で診察してもらったことについてなんです。ここに13年前ぐらいかなに光回線が来て、それからふんだんにネットを見るようになったじゃないですか。そしたら ADHD っていうのをよく目にするようになったわけ。それは多分私がそういう傾向があるから目に入ったんだろうね。それでなんとなくその ADHD っていうのを見てたら私に当てはまるのよ。 ADHD っていうのを知らない人もいると思うので、これをちょっと説明しますね。ADHD ってね、発達障害、あ、今言わないで、神経発達症っていうみたいなんだけど、 ADHD、ASD、LD、この3つが一緒になってて神経発達症って言われてるんだって。それで ADHD っていうのは注意力がないっていうの、不注意と多動なのと衝動性みたいなのね、そういう症状があって生まれつきなんだって。脳の前頭葉のなんかがちょっと作りが違うみたいよ。でそれを、古い本だった2009年ぐらいの本読んだやつは、 ADHD は狩猟民で普通の人は農耕民族だっていうのがあって、ああそれってすごい納得できたのよ。いつもいつもなんかキョロ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 して何かを探してるような感じなんじゃない。今だって私、あ、お花咲いてるとかって気になるもん。こっち見たら、あれなんだろうこれとか思ったりして、ここ拭いた方がいいかもしれんとか気になりだしたら気になるよ。知らん顔してよ。 ADHD っていうのはそんな感じの。 ASD っていうのは対人関係が結構難しい。 ADHD もそうだと思う。私対人関係結構難しいから、私がそうだからっていうんじゃないけど、とかあとこだわりが強いとかすごい敏感だったりする。それで LD っていうのが学習障害らしいんだけど、その3つが合わさって神経発達症っていうのね。その中の私は ADHD なんだ。で字は汚いし不器用だし、まあ、でマルチタスクは苦手と言われてるんだけど、マルチタスクをしてしまうのよ好きとかじゃなくて飽きっぽいのよ。すごいうわーってすぐに飛びついてやろうとするんだけど、すぐに飽きるわけだけど、自分の好きなことはずっとやってたりするみたいなの。今でもね、いろんなことをいっぺんにやろうとするわけできないのに、苦手なんだけどやってしまうの。衝動性とか、あと飽きっぽいからじゃないの。一つやって、あこっちやろうあっちやろうとか思ってやるから、4つも5つもいっぺんにやってるわけだから、パソコンの編集でも、あこれしててもすぐにまた違うお料理作ろうとか、お外出てお花に水やろうとか、何かを縫おうとか染め物しようとかね、いっぺんにいっぱい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 頭の中で思って全部やろうとするから、どれ一つできないみたいなのがよくあるみたいよ。先送りするのね。もう本当にその場にならないとできないみたいなとこがあって、ネットショップしてるじゃない。ほらこれはね、向かないと思ったんだ。畳んだり品物を管理したりとか送ったりとかね、もう体験工房やめたし、ネットショップでお金稼ぐしか生活のしようがないから始めたんだけど、ネットショップって、まあ、例えば1週間なら1週間って決めてるんだけど、で前は染めたものを送ってたのね。今もそういうのもあるで、それはね3週間にしてる。いっぱい仕事もあるし、編集もしなきゃいけないし、文章も書かなきゃいけないし、いろいろあるからいっぺんにできない。でもネットショップはやんなきゃいけないんで、だからね3週間に大体してる。できてるやつは1週間とかにしてるのもあるけどね。1週間でも送ればね、その日に送ることもできるんだけど、それができない。ずっとずっと先送りして最後の最後まで送れない。なくし物はいつもいつもするじゃないですか。一番なくすのが鍵だよ。家帰ってきて鍵開けて入るでしょ。その持ってたことをもう忘れて違うこと考えてるわけ。これ持ってるのに、置き場所を見つける前に、あお風呂沸かさなきゃいけない、ご飯炊かなきゃいけない、これやんなきゃいけない、あれやんなきゃいけないって頭の中がぐちゃ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 するから、この鍵持ってること忘れてパーンと置いてしまうわけで、どこに置いたかわからなくなって、で次の日出るときはまだあったりすることもあるんだけど、それで何日か出ながら、その上なんかいっぱい積み重ねてあって、どこに置いてあるかわからなくなるんで、だからお財布の中の車の鍵と家の合鍵をね入れとくわけで、それはね絶対そこに入れるようにして、それだけは守れる。
あれなくしたらもう出かけられないし帰れないしってなるでしょ。それだけはやってるんだけど、家帰らなくてもどっか行ったクラフトとか行ってもう鍵なくてね、いつもさ、鍵ないどうしようとか思ってね、よくあるよ。あの ADHD の人って頭の中のメモリーが少ないらしいよ。だからいっぱいいろんなことを詰め込めないんじゃない。だからもう鍵のことなんかパーッとなくなるのよ。頭の中が忙しいっていう人もいるけどね、あんなこといろいろ考えるからもうそっちのことは分からなくなるんじゃない。とにかくバーッとなってしまうわけ。ツイッターでね、そういうの誰か書いてた人いたの。私もなるほどそうだと思ったんだけど、そしたら普通の人が、鍵はねちゃんと置き場所を決めてね置けばいいんですよって、当然のことだけどそう言った人がいるわけ。それができてるんなら苦労はしないわけよ。私だってうちの旦那があのここに鍵を置くっていう場所を作ってそこに置けばいいけど、そこに置かないんだから。それができれば ADHD でも何でもないんだよ。それができないんだよ。それが分かってないなと思って、一般の人にできないので威張っちゃいけないけど、そうしなきゃいけないんだけど、なかなかそれができないんだよ。探し物はね、鍵だけじゃなくてもいろんなものをなくすわ。探す時間がねもったいないんだ。毎日毎日探してる感じ。人との付き合いもうまくないでしょ。思い立ったことをね後先考えず衝動的なんだよね。すぐに行動してしまうので、うまくいく時もあるし、まあ失敗することもあるけど、で頭の中にねいっぱいいっぱいねアイデアが浮かんできたりもするわけ。とにかく思い当たることだらけだったわけなのね。そしてね、あのネットで、あなたが ADHD かどうか試験しましょうっていうのがあって、こう自分のことを思い当たることをこれこれっていうのをやっていくのがあって、やってみたのよ。そうなのよ、やっぱりあなたは ADHD ですって。いや ADHD の可能性が強いだったかな、ちょっと忘れたけど、だから診療機関を受診することをおすすめしますってなるわけ。その頃はまあなくすとか散らかすとか衝動買いも多い、すぐ買ってしまう。あこれだ、私これ探してたとこまで買っちゃうんだよね。そんなものがいっぱい家にあったりとかね、お金はなくなるしな、困ってることだらけなんだけど、薬を飲んで治すっていうほどじゃないと思ったし、そのままね仕方ないと思って、私はそういう個性の人間だと思うようにしてたわけ。そしてアインシュタインとかピカソとかそういう超すごい人たちも ADHD だったんだよ、それは個性なんだよっていうのも見たりすると、それもアインシュタインと一緒なんだ私って、わーいわーいと自分に言い聞かせて、いつもいつも探し物や衝動買いもねしながら、壊すのもして後片付けに追われたりしながらやってたわけよ。それでね、皆さんはあなたの個性だからそこがいいのよって言ってくださる人もねたくさんいて、それは本当に嬉しいです。だけどもうすぐ私ね69歳なんですよ。昔の人ね、戦前の人とか戦後だって60代70代まで生きる人ってあんまりいなかったと思うわけ。昔だったら私の人生はもうとっくに生涯も終えてるかもしれないわけじゃないですか。その頃の人たちのことを思うと、今の私はおまけの人生かなとも思うわけ。だからここで一旦今までの私の過去を振り返って、これから70代を新たな自分を作っていきたいなと、そうできればいいなと思うわけ。で私はみんなから変わってるってね言われ続けてたの。私自身も周りから浮いてるなってよく思ったし、どうも私ってみんなと違うよなっていうのも感じてた。で小学校の時とかもなんかね浮いてなかったような浮いてたような、ようわからんけど、でも仲良くしてたんだよ。友達のうちに遊び行ったりとかいろいろしてたんだけど、まあでもとにかく変だったかもしれない。私の今までの対人関係とか衝動的に行動してしまったこととかで、人生でやらかしたこともいっぱいあるんだけど、そういうことのね、私の育ちも大いに関係してると思う。私ってちょっと普通の家じゃなかったかもしれない。今考えれば普通と思ったけど、そういうなんか
変な家に育ってたっていうのもあるし、 ADHD っていう性格のせいかもしれないけど、とにかくそういうねことと関係あるんじゃないかと思うわけ。対人関係の苦手さとか ADHD 特有のことにしても、あとね、いろいろやらかしてきたこともね、そういう今までのことよね、良かったことも悪かったこともあるんだけど、それって私のこの ADHD っていうことが大いに関係してるからと思うよ。だから私の ADHD のことを知らないでは、この69年間、今68年だけど、もうすぐ69年になるでしょ。それを総括できないし、そこを知らなかったら新たな70歳からに進めないような私は気が最近してきた。だから今年は60代最後の年、来年の半分まではなんだけど、その1年間をかけて私の今までを振り返る自分探しの旅に出ようかと思うようになったわけ。ちょっと大げさかもしれないけどね、そういうのを考える1年にしようと思うわけ。そのためにも自己判断だと ADHD なんだよ、どう考えても。だけど本当にどうかっていうのを専門機関でねして調べてもらってから自分探しの旅に出ようかなと思ったの。そして診察を受けました。そしたらね、先生はもうそういう心理テストみたいなのあったんだけど、最終的には受けたんだけど、受けなくてももうあなたは ADHD です、もし診断書書くなら書けますよって言われ、それでいいんだけど、でもってもっと詳しく知りたいなら心理テストもあるけど、そんなの受けなくてもいいでしょって言われたの。もう今までどうにかこうにか生きてきたんだし、どうにかこうにかって今までね生きてきたんだし、問題、先生には問題なくとも思えたんかもしらんけど、私にとっては大変な人生だった。だけどまあなんとかなってたことはなってたからね、いいっちゃいいんだろうね。だけど私はもっと知りたいと思ったから心理テストを受けることにしたんですよ。そのね、心理テストっていうのはウェクスラー式知能検査、ウェイズ4っていうのかな、 WAIS4 っていうやつ、それと発達面の評価を行う質問検査 CARS、 この2つの心理テストを受けて、結果は現時点での状態を示しているもので、心身の状態に応じて変化するものであることをご理解の上、今後のご参考までにご覧ください。全体的な知的レベルは同年代の中の平均の中にあることが分かりました。その中でも得意なことと苦手なことの力の差も大きく、生活のしにくさにつながっている可能性があります。で、知的面の特徴はね、得意なことは言葉の意味や内容を理解すること、学業で習得する知識、情報について論理的に考えて関係性やパターンを推測する得意なことで、苦手なことは見本を記録とかが苦手なんだって。あとは発達面のことはまたいろいろ質問紙で書いてあるけど、まあまあまあ、それでコメントとそれに対する対策とかを書いてあるわけ。そういうテストを受けてみました。だからばらつきがすごいあって、どうやったらいいかっていうことみたいよ。そういうのが分かって、私もなんかだからね、すごい人との軋轢がね今までにたくさんありました。だ、それは私の悪い癖かもしらんけど、相手が悪いと思って今までいたじゃないですか。だけどあの軋轢はひょっとしたら私の特性に関係してたのかもしれないでしょ。その時々は楽しいことはたくさんあってとても幸せでした。だけど人との関わりにおいてはたくさん生きづらいことがあったよ。人の話を最後まで聞いてから喋れって言われるんだけど、私はもうね、その人の答えが分かってるから、聞いたかどうか分からない、途中だったんかもね。私はもう全部、あ、この人に言ってることはこうだなと思ったからその答えを言い出すわけ。だけどそうすると人の話を最後まで聞けって言われるので、いつもいつも割とそうなのかもしれない。だけどそう言わない人もいるわけよ。私を許してくれてるんだろうね。多分
いつも聞いてなかったんかもしらんし、たまたまかもしらんけど、その言った人の時に聞いてなかったんかどうかわからない。そんなこともまあよくありました。あとはね、洗濯物も私なりに畳んでるつもりなんだけど、今まであんまりそういうの思わなかったんだけど、こうピッ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 ってやったからね、こうなんかみんな綺麗に畳むじゃん、私なんかこうやってこうやって、はい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 ってタンスに入れたりするわけ。畳んでるみたいに見えないかもしれない。まあこうやってピピピって入れる時もあるけど、で一応ここは靴下のとことか決めてるじゃん。一応私も決めてるんだけど、靴下のところになんかハンカチが入ってたりとかいろいろするよね。普通の人はそうならないみたいだよ。綺麗に畳んであってこう入ってるみたい。でね、私ね、洗濯物でね、すっごいいいこと考えた。夫に言ったらそんな不精なって言われたけど、洗濯物干すじゃない、干して乾いたらそれをそのまま取ってきて、例えば朝靴下履くな、それから取ってきて靴下履けば、畳むこともいらないし、タンスに入れなくてもいいでしょ。だからお風呂入る時もそこからピッと下着取ってきて、パッと持てて入ればいいじゃん。タオルでもピッと取って、そしたらすごい時短になると思いませんか。それすごいいいアイデアだなと思ったんだけど、かなりあの洗濯物干すとこ広くないとそれは全部はできんなと思ったけど、だからまた今畳んでるんだけど綺麗に畳めてないね。これも ADHD のせいだと思う。全部そう言っちゃいけないんだよ。でも畳めないんだもん、ちゃんと綺麗に。それしょうがないじゃんね。畳んでも畳んでも綺麗に畳めないし、ちゃんとこうやって置いたりできないし、やろうと思うんだけど、こうやって一つずつこうやって置いていくんだけど、そのうちぐちゃぐちゃになってるんだよね。だからもうめんどくさいから、もうどうせぐちゃぐちゃになるから最初からクチュッと入れればいいんじゃないかなと思うけど、そういうもんでもないみたいね、世の中は。まあいいわ。でもなくす壊すもそういうことはね、全てしょうがないかなと思う。でもね、一番大変なのはね、私はよ、対人関係が大変だったかなと思う。私だけではどうにもならないし、相手がいることだから。まあその対人関係、私の軋轢みたいなのを全部 ADHD のせいにしちゃいけないんだとは思うよ。もっと違う性格も悪いんだと思うんだけど、だけどその生きづらさの要因の一つかもしれないでしょ。でもっと早く私が ADHD でこうこうこうだっていうのを知ってたら、もっとね、分かるうちからもうちょっと違う生き方ができたかもしらんし、できないかもしらんけど。だからね、 ADHD とか発達障害を疑ってる人はどうも人と違うなとか思ってる人は専門機関を受診した方がいいと思うよ。人間関係だけじゃなくても、仕事がうまくこなせないとかだって、あなたの能力がじゃなくて、その脳の特性かもしれないじゃん。能力がないっていうのは、の脳の違いでできないだけかもしれないでしょ。やっぱり調べて、その後どう対処するかっていうのを決めた方がいいと思う。でまたそれ調べたりすると、他の人たちのサポートも受けられるかもしれないじゃないですか。そして乗り切れるかもしれないし。だからね、とにかくちょっと辛い人とかはそういうとこで受診して調べた方がいいと思う。あなたの自分探しをしてみてほしいと思うんです。自分探しっていうと大げさかもしれないけど、自分を知るっていうことが大事なんじゃないかなと思うんですよ。でね、私は社会に出て初めて働いた仕事が、お金とかを含めて人の管理をするようなものをやったので、初めてだから、まあ、教えてくれる人がいたりしてやったんだけど、あんまり覚えてないけどできなかった。頭の中がぐちゃぐちゃして、どうにもこれはできないなと思った。その勉強ができないととかとは違うんだよ。数学の問題解くとか、英語のね訳すとか、そういうのはなんかできるじゃん。そういうのとは別なんだよ。いや、一生懸命やればできるかもしれないけど、だけどすごい大変なわけだから、まあできない。でも家ではね、おっちょこちょいと言われた怪我も多かったけど、なくすもんも多かった。宿題もやっていかないとか、そんなような感じだったけど、なんとか生きてこれたんですよ。生きてこれたちか、まあそうだね。だけど社会に出た一発目でつまずいたの、私
だからもうこういう仕事はね、いわゆる事務仕事っていうのかな、普通にね私できると思ったらそんな難しいことじゃなかったんだよ。こんなことが私できないんだと思って驚いたけど、できないものはできないからこういう仕事一切やめようと思って、その何ヶ月で分かった。でその後はね、ウェイトレスとかビラ配りとかレジ打ちとかをやったの。そういうのはそうやってる人に対しては申し訳ないけど、割と単純にできることだからこなせるんだわ。だけどまたね、これ ADHD だから単調なことばっかりやってると飽きるんだわな。いや ADHD じゃなくても飽きるかもしれないし、飽きないかもしれない。そのウェイトレスでコーヒーを置くいっぱいのこのこだわってこれを極めたいとか、レジ打つのももう今はレジなんかないかもしれんけど、その一つずつのことにこだわってやればすごい極められるかもしれないけど、私はまあそんなことも思わないで単調な仕事に見えて飽きたわけ。じゃあ私はどうすればいいんだろうと思って、将来につながる一生できる仕事でそういうウェイトレスなりレジとかいっぱいいる中にいると、また休憩室とかで人がいたりするって、お菓子を食べあったりしててもそれもまた輪の中に入っていけないわけよ。だから学校の時はなんとか輪の中に入っていて、あっあっあっとかやってたかもしらんし、やってなかったかもしらんけど、あんまりそういう大勢の輪の中には入ってかんかったな。だけどまあずっと知ってる同士だからなんとか暗黙の了解でできてたのかな。だけどその知らん人ばっかりの中でポツンとしてるとどうにも居心地が悪いし、どうにもならんかったね。でどうしていいのかもわからん感じで、仕事はしなきゃね食べていけないから、だけどずっと将来を見据えた仕事っていうのかな、で考えたわけ。年取ってまでずっとできる仕事ね、人と交わりたくないからそういうのしないで自分一人で完結できる仕事をやろうとかね、で家でできる仕事をやりたいな、どっか働きに行くんじゃないでとか思って、興味があるっていうの、着物好きだし機織りとか染め物をやることにしたの。でもね、機織りは手先が不器用で緻密な作業なんで本当は私には向かなかったんで、そこは気づいてなかったんだね。一生懸命やった。好きなことだから細かい作業は好きじゃないんだけど、緻密なこととか実はね。だけどそれ以上に着物を作るって織るとかいうことが好きだったから今まで続いてます。一人でできることだしね。私の人生がうまくいってるのかどうかはまあ考えようですね。そこそこ食いっぱぐれもなく好き勝手に生きてこれたので、まあこれでいいのかなと思う。だけどこの自分の ADHD っていうこと、特性の衝動性があるとかいろいろあるじゃないですか、手先が器用じゃないと、もっと早く分かってたら、で人付き合いもダメとか人に合わせられないとかいろいろある、もう少しね楽な生き方もあったかもしれないなとも思うわけ。上もせず好き勝手に生きてこれたんからまあいいんだけど、ただねこの ADHD でいろいろ特性あるじゃないですか、そういうのもっと早く分かってればもう少し楽な生き方もあったかもしれない、しなかったかもしれないんだけど、でも知ってた方が良かったと思う。そして、ね、ADHD は個性だと皆さん言ってくださる、個性は個性だと思うんだよ。確かにその人の個性なんだから、あなたはあなたの個性を生かしていきましょうってそうだと思うよ。ただね、いいことばっかり見ればそうなんだけど、でも今 ADHD とか ASD で辛い思いをしてる人たちはいっぱいいるわけで、そういう人にとっては個性だから頑張って生きてねとかいう問題じゃなく、苦しく生きづらい場面もいっぱいあると思うよ。今現代ね、悩みを抱えてる人はいっぱいいる。うまくいってる人は個性で済ませられるけど、個性じゃ済ませられない人もいっぱいいるわけだから、その自分のね特性に気づいていたら
他の人もね、対人関係での生きづらさや生活の中の困りごとに対処する術をもっと早く持てたかもしれないし、まあ、親身にサポートしてくれる人を見つけられたら少し楽な生き方もできるかもしれないでしょ。できたかもしれないし、これからできるかもしれないと思うの。私もね、過去に大変な時期はすごいあったし、こういうね、発達障害で発達神経発達症で障害手帳を受け取れたりするぐらいのものなんだよ。だからそれなりに生活が大変で個性では乗り切れない人がたくさんいるっていうことなのよね。私はたまたま自分にはできないことや性格の欠陥に早く気づけたでしょ。すぐにこれはできないと思ったからそういうことは一切しなかったし、事務仕事みたいなのをやめたし、人と付き合えないと思ったからなるだけ人を避けるように、人を避けるっていうとおかしいね、だから私の波長の合う人とはいいわけ、私を許容してくれる人っていうのかな、甘えてるかもしれないけどそういう人がいるわけよ。だけど一切拒絶する人もいるし、なるだけそういう人は避けてきたし、できたし、だけどそういうのできない人もいるでしょ。どうしても嫌な人と付き合わなきゃいけないっていう人もいるかもしれんし、私だってまあいろいろあってどうしても付き合わなきゃいけない対人関係みたいなのがあって、どうしようどうしようで、この人どうデクノボだと思うとかポストだと思うとかいろいろ思った時期もあった。もうすごい苦しい苦しい時期ってあったよ、生きづらい時期っていうのも。だからそういう人ともね、いっぱいいると思うから、逃げられない対人関係ってあるでしょ。それが専門機関で受診したからって解決するかどうかはわからないけど、少しは何かの役に立つかもしれないから受けた方がいいと思う。でね、私は60代最後の年に向かってるわけで、それまでのあの時の私にもっと楽に過ごせたんだよ、もっと楽、あなたね、それでもっとうまくできるんだよって、肩の力を抜いてごらん、落ち込まなくてもいいんだよ、誰かが分かってくれなくてもいつか誤解が解けるかもって、ずっと分かってくれなくてもいいんだよ、あなたは頑張ってる、頑張りすぎるぐらい頑張ってる、あなたの頑張りは空回りしているかもしれないけど、20日ネズミみたいにただただ車輪を回し続けているだけかもしれないけれど、あなたの脳の作りと誰かの脳の作りがちぐはぐなだけなのよ。その脳と脳は噛み合わないかもしれないけど、あなたのちぐはぐな脳を噛み合わせようとしてくれる人が絶対いるわけ。その人を探そうって思うの。いなかったら仕方ないから、いっぱい深呼吸して空を見て、お月さんやお日さんやお星さんとお話ししてごらんって思うのよ。あなたのデコボコの脳をお月さんやお日さんに晒して聞いてみましょうって思うの。私ってどうってね、聞いてみたらいいと思うんだ。そしたら案外その脳はイケてるじゃんってなるかもしれないでしょ。あんたのイケてるよ、それいいじゃないってね。だから明日を待とうって思うわけ。あなたはあなたのままで素敵だよ。でもね、誰かのことも少し考えてみようって、どうしてあなたに辛く当たるのか、意地を張らずに、あなたも誰かも誤解し合ってるだけかもしれないでしょ。笑ってごらん。ずっと、ね、先の未来のためにあの頃の私に言ってあげたいんだよね。笑ってごらん。それでね、今の私はずっとずっとたくさん笑っていたいと思うわけ。あの頃の私にも圧力のあった人たちにも分かり合えなかったかもしれないけど、笑ってあげようと思うの。60代までねのこと、すべていいことも悲しかったことも苦しかったことも嫌だったこともすべて笑っておしまいにして、新しい70代を迎えようと思うわけです。そのために私は今までの自分を振り返り、新たな自分を作るために、私の60代までの ADHD 君と旅に出て、
来年の69歳までね、それから来年の70になったら新しい ADHD 君と新たな旅に出ようと思うわけです。でいつもいつも生まれた時から私はこの ADHD 君と一緒にいたわけですよ。でこれからも一緒にいるんですよ。だから今までの ADHD 君も70歳になってからの ADHD 君も、まあ実は同じ ADHD 君かもしらんけど、私の60代までの ADHD 君、私の70代からの ADHD 君の新たな旅が今から始まりだと思うの。まだ1年あるから、それまでは今までの ADHD 君と私と70年間総括をしながらこの1年かけていこうと思います。でね、いつもいつも生まれた時から私はこの子と一緒にいた、そしてこれからもずっと一緒にいるんだよね。だからありがとう私の ADHD 君って思うの。これからも仲良くしてねって思うわけで、今日も私はネットショップのものを送ります。もうね、ずっと先送りしてるからね、もう1週間経つから、それはね、もう1週間がタイムリミットのものだから、今日中にちゃんとして送らなきゃいけない。だから今ね送ろうと思うよ。それって綺麗に畳むのもうまく畳めないし、私は作ったものを発送するっていうのをネットショップはね、少し大変なところもあるんです。染めたりするのはねいいんだよ。だけど生活だから、それが私嫌いなことじゃないし、送ったりするのはそんなに好きじゃないかもしれないけど、家にいて一人でできるからそれはいいことじゃない、私に合ってると思うわけ。だからちょっとぐらいのことは我慢しなきゃいけないでしょ。だから一生懸命畳んで送ります。それは私はこれからもそれが生きる糧だから、どうにかこなしていこうと思いますよ。それから文章を書いたりとか、 YouTube の撮影とか編集は好きなことです。文章を書くのはねすごく好き。試験の裏にずっとなんかいろいろ書いてた。でそのまま消しもしないで出したりしてたこともあるしね、せえと思ったか知らんけど、なんか言われたかどうだか忘れた、なんか わけのわからんこと、全然関係ないこと書いて、試験なんか途中で終わらせて、ずっと試験用紙の裏にねずっと書いてた編集は向いてるかどうかわからんけど、イエーイとか言ったりの好きじゃん。好きなのよ、出たがりだし。だから目立つのも好きだしね、私実を言うと。だからパソコンもの仕事も煩雑なことはダメだね。エクセル使うとかそういうのはあんまり好きじゃないかもしれないけど、まあなんとかこう綺麗にしたりするのは得意じゃないけど、でも紙で書いといたらなくなるけど、パソコンに置いとけばなくならないじゃん。だからパソコンの方がいいよね。嫌いじゃない。だけどずっとやってるとうちの ADHD 君がちょっと誘うわけよ。あの今桜咲いてるよとか言って、ちょっと外行ってみないとか言ってね。でもうすぐこうやって見て、あれお水やった方がいいかなとか、本当はここ見たら、ここ拭いた方がいいかなとか、あご飯作ろうかな、まだ全然関係ないのとか、あれアイロンかけようかなとか、いろいろ思うんだよ。それが脳内ビジっていうやつみたいだけど、だけどもうねしょうがないから、そうなったらもう全部やめて外行ってなんかやったりとか。でも今撮影してるから、これ終わるまでは撮影するよね。そのくらい私だってできる。だけど編集だったら途中で止めていいからね、やめてもう外出てるかもしれん。今結構長いこと1時間ぐらい話してた。よく持ってるわ。あんまり持たないんだ私ね。だからってね、いい気になっちゃいけない。それをね、ADHD を錦の御旗みたいにしちゃいけないよ。それだからって何でもかんでも ADHD のせいにしちゃいけないと私だって思ってる。少し我慢することは我慢しなきゃいけないし、大人だから我慢できるまあね、編集してて嫌になったら外の作業したりしますよ。効率は悪いわけよね。でも気の向くままにやる。誰かに何かを言われることもなく、もう好き勝手していい年頃だと思うわけですよ。で去年まではね、朝4時に起きてたので、あれをやろうこれをやろうとか思って、
早く起きて寝てる時間がもったいないような気がしていろいろやってたんだけど、だんだん去年ぐらいから寝つきが悪くないんだけど、途中で目が覚めて寝られなくなったりして、ちょっとね睡眠がまずいわけ。途中で目が覚めたら1時間ぐらい起きてたりするんだよね。でまた眠くなったら寝て、全部合わせて7時間とかは寝たいなと思うでしょ、最低でも。目覚ましもやめた。だから寝れるだけ寝ようということに変えたのよ。だからその年々でいろいろ違うと思うから、で今日もね6時半まで寝てた。こんだけ寝るとちょっとお寝坊したかなってちびっとは罪悪感もあるんだけど、だけどもういいんじゃないかなと思うのよ。この年だから寝ることが重要なような気もするし、前は本当にねこう目覚まし鳴ると1分おきに鳴るっていうのを買ったりしてね、ポチョンとしてもまた寝ちゃうんだよね。でまた押してもああずっと寝られたらいいのになと思いながら無理して起きてたけど、今はそんなこともなくね、いくらでも寝ていいんだよと思う時には寝られないもんよね。だから寝られる時に行った方がいいかもね。で年齢で体って変わるし考えも変わるし、それに合わせて臨機応変にやっていった方がいいかなと思う。だから本当にね今を大切にしなくちゃいけないんだなと思うの、その時々の今をね。だから今の私はどういう状態かと思って今を大切にいきたいなと思います。そうだ、もう外に干してる柿渋をねひっくり返したりしなきゃいけないしね、薪もね手壊したでしょ、だからあんまりいっぺんに根詰めて、これは腕立て伏せのしすぎでなったでしょ、だから今はねもうこういうここ全部ついてある腕立て伏せにしてるんだけど、でも10回しかしないようにしてる。で今ねこうリストバンドみたいなのして薪割りするんだけど、いっぺんにいっぱい薪も割らないようにしてる。1日にねエイヤーをねこんな丸太をね 2,3 個しかやらないように、2個だね、3個やるとこう割ってこうだからね、1回2回割るでしょ、だからでこことここ割らなきゃいけない、4個にするんだからね、だから2個だな、2個ぐらいだと思うよ。だから冬にガーってやるんじゃなくて1日にちょっとずつやるようにしてる。まあそんなとこです。だからこれから私は自分探しの旅に出るんですけど、皆さんも何でもない人は何でもなくていいんだけど、ちょっとね気になる人とかは ADHD かなとか ASD だろうかとかね、いろいろ思う人はもう早いうちに分かった方がよりいいと思うので、どうぞ疑いのある人は調べてもらってください。そしてサポートとか受けられれば受けた方がいいと思うし、一人で悩んでちゃいけないと思う。今日はこんな感じです。じゃあ皆さん良い春をいやもう今春だけど春を過ごしましょう。もしこの動画が良いと思った方はチャンネル登録グッドボタンをお願いします。じゃあね。